大鳥谷五郎は、千葉県印馬郡大森村出身の大相撲力士。第24代横綱。現役引退後は、年寄りとして、後進の指導に努めた。本名は、滝田明。1887年4月3日に、千葉県印馬郡大森村で、米や米商を営む家に生まれる。父親の滝田丹治は大の相撲好きが講じて、玉垣部屋へ入門。 三段目まで進んだが家業を継ぐために廃業した。そんな父を間近で見て育った、明も相撲好きになったのだが、廃業後も田舎相撲に熱中しすぎて、財産を失ったあげく家業の米屋を廃業せざるを得なくなってしまった父は、自身の二の舞を演じさせまいと、民を船橋の御福屋に方向に出して、相撲の道に進ませぬように図った。 だが民は力士を志していることを理由にほどなくして、貴教師導教の法を馬五郎を頼って、入門を志願、体格基準に達しなかったために一度は諦めかけたが、谷の音木一、大三木八之助の口添えで合格させてもらった。入門後は小柄な体を補うべく猛稽古に励み、前髪が擦り切れて、ささらのようになり、愛嬌のある顔立ちだったことから、九章と呼ばれた。 1903年5月場所で初土俵を踏む。当時の執行名は大鳥で1908年1月場所より大鳥谷五郎と名乗る。1909年1月場所で新入幕を果たすと、開催場所がエコーインから旧両国国技館での本場所開催へ変更されたため、国技館開館前最後の幕内力士の一人となった。 新入幕の初日にはいきなり、駒ヶ岳国時からとの割が組まれるが勝利したことで、快進撃を続け、二度にわたって三役に昇進するが、いずれも一場所で跳ね返され、1912年5月場所に、関分けで7勝1敗2分の成績を収めると、1913年1月場所で大関へ昇進した。 大関2場所目の1913年5月場所には7勝1敗1分で初優勝。1914年5月場所は途中休場するが、1915年1月場所に全勝優勝を果たす。1915年1月場所が終わった後に横綱問題が発生し、昇進の話を聞いた吉田塚崎からは、時期尚早、一場所保留の声もあったが、 教会の強引な押し切りで、横綱免許が授与され、土俵入りに用いる立場、大隈茂信から送られた。ところが横綱昇進後は、足の負傷や、糖尿病などで思うように活躍できず、特に後援者の茂宗放水が死去してからは、振動からか衰えが顕著となり、1919年5月場所には三勝六敗一九と解禁で負け越してしまった。 横綱が本場所で解禁負け越しを受けたのは、史上初の不名誉記録で、その後も再起できないまま1920年5月場所の全級を最後に現役を引退した。引退後は、年寄り宮城野を襲名し、宮城野部屋を経営し、幕内小賀の裏などを育てたが、名跡は横綱経験者以外に昇継させない意向を持っていた。戦時中に脳卒中を患って、 千葉市で、隠居同然の生活を送るようになってからも、なお弟子には数多く恵まれ、各界全体が入門者不足に悩まされていた戦後間もない時期にも、新弟子の紹介が多数届いたという。引退相撲は行わず、断髪式前の最後の土俵入りも行わなかった。1947年には、自身の還暦を迎えたが、当時の日本は、戦後の復興の真っ只中で被災した。 国技館の復旧もままならない状態だった。本場所を開催するための仮設国技館すら存在しない状態だったことから、官暦土俵入りは行われておらず、官暦横綱の象徴である赤い綱も送られたが、定かではない。1956年11月16日に脳出血のため、千葉市の自宅で死去69歳没。 1917年に発行された国技掲載の東京現在力士府県道出身数比例図によると、1917年1月場所の全力士中千葉県出身者は70人と全都道府県中にくらいという結果が出ており、このことから千葉県は相撲王国と言えた。その中で大鳥は横綱として当時の千葉県を代表する力士であったと言える。 打ちかけから足を跳ね上げて投げる掛け投げが得意技であることから、ケン,ケンというあだ名がついた。ケン,ケンの他にも投げ技が得意で多彩な技を披露していたが、横綱昇進後は足の負傷で影を潜めた。当時は、横綱といえば、日立山谷上門が記憶に新しかった時代で、日立山の相撲イコール横綱相撲だという周囲の目を気にしすぎるあまり、 受ける取り口を心がけてしまったのが悪かった。ありがとうございます。